今6時なんですけど、電車もガラガラです。マックカフェの中も何にも商品がない状態。ちょっとね、春節期間ということもあってスーパー何もないので、今から中心部に出ていろいろ買い出しに行きたいと思います。年龄关这么高了到上海博物馆，请从一号口出站。到宜之多炒蛋糕，请从。本当に人がいない。こんなに人がいない年齢关站で初めて。请安桥站至安平站区外运营服务。上海は久しぶりの晴天です。お店が閉まってるようなことはなくて、みんなお店やってますね。スタバも百貨店もみんなやってるんですけど、何しろ人が少ない、閑散としてますね。なんか日本人もパラパラいる感じ。結構いつもと変わらない人がいっぱいいますね。街中人よりも警察官の方が多いかもしれない。